さてさて、ヒョルコンでございます。今回からですね、まあ、私言うてもマリオカート8初心者なので、どういう風にやっていこうかなと思って、で、まあ、強くなっていくために、まあ、ひたすらやるっていうのは一つあると思うんですけれども、ちゃんとね、まずは毎動画パート元に一つのステージのやり方をちょっとやろうと、復習してから行こうとね。まあ、マリオカートスタジアムに当たるかというと、オンライン対戦でね、当たらない可能性も十分に高いんですけれどもね。はい。さあ行きましょうか。えい、ここドーンと行って、で、ちょっと上手い人の動画をちょっと見てみたところですね、使うのはここっぽいですね。うん、ドーンと、はい、当たりました。ダメです。はい、ダメですね。はい。うん、キノコを使うならこっち、まあまあ当然ね、使えるところで使っていくっていうのがいいみたいなんですけれども、うん、一番使うべきなのはあそこっぽいですね。うん、だからタイムアタックの時はあそこを使うと。で、あとはビョーンと飛んでね、本当はね、俺ここかなと思ったんですけどね、まあ、ここショートカットしても意外とそうでもないっぽいね。うん、みたいですね。はい。なんで、で、ここのカーブはもうめり込むぐらい中に行くと。だからここでカーって言って、こうかな。お、こうかな。今の成功かな。なるほど、なるほど。この感じやな。で、もうめり込むぐらいに行くと。あかん。でもめり込むぐらいに行くとこういうことにもなるから、気をつけないといけないという感じですよね。難しいところやな。うん。めり込むぐらいにライン取りをしていく。こんな感じなんかな。もっとめり込んでるかな、うまい人やとね。では次ですが、もう一回やってですね、はい、で、ボーンと行ってですね、まあ、ここはスタートはこう行くでしょ、で、ここでこう使うでしょ、キュイッとね、オッケー、帯をギュッとね、いけましたね。で、コインはしっかり集めていかなきゃいかんで、すべてのショートカットの使い方っていうのをちょっと学んどきましょうね。で、コインはしっかり取っていく、ライン取りしていく、で、で、最後のショートカットっていうのもちゃんと使えるように、ね、で、こう入っていきのブーはい、ダメですね。もう一回やります。よし、ここだと、早めについてだな。で、ストーン、こんな感じか。なるほど、なるほど。こういう感じでショートカット使えばいいわけね。よし、オッケー。よっしゃ、じゃあちょっと一個一個ショートカットの使い方学んだので、実践の方に行きましょうか。それではね、さあ今回は国内戦でやっていこうかなと思います。で、レースですね。バトルがなんかレート下がってるのは気にしないでください。はい。バトル苦手です、私。で、今回はね、スプラトゥーン僕好きなので、スプラトゥーンキャラクターでね、行こうかなとは思います。はい。せっかくなんでね、このスーパーカイト君使いたいよね。で、新しく手に入れたギアのこの辺のロードスター君とかね、こういうの使っていこうかな。うん、ちょ、やっぱ車がいいかなとは思うので、個人的な。来たよ来たよ、結構早く来てくれたよ。2戦目にして引きましたよ。よーし、俺の特訓のせいか、見せてやるぜ、マリオカートスタジアムでよ。うん、まずはロケットスタートを華麗に決めていく。オッケー、完璧すぎる。そしてこの後方につけた俺が素敵に君たちを魅了する。ほら、行くぜ、いきなり成果を見せていくスタイルね、素晴らしいそして相手も取れないスタイル取れないけれども、ちょっと内側に寄せることでボムを避け、そして1位を取っていくスタイル。よー、素晴らしいコーナリングを見せていくスタイル。そして防御を固めたいぞ、このまま俺は。よし、コインか。よし、バナナはケツにつけよう。よし、お尻バナナフリフリマンだ。どうだ、私がお尻バナナフリフリマンだ。コインも10個溜まっている。よし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 、ショートカットはできないのでここで抜かれるのが怖いが、グリッといこう。オッケー。よし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 、まだ抜かれていない。そしてまだインをついていこう。インをね。おー、危ねえ、インをつきすぎて芝生に突っ込むところだったぜ、の巻。よしよしよし、インをついていこう。インをとにかくつこう。よし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 、いいぞいいぞいいぞ。かなり、お、2位との差も少し開き出している。あ、ここに来て、ここに来た赤コーラを食らってしまった。
うん、防御が欲しい、防具が欲しい。ああ川の盾でいいから欲しい、川の盾をくれ、俺に川の盾を。ああコインじゃないんだ、川の盾をくれ。うん、ワリオが、ワリオがつけているな。でもワリオにしかむしろ、あーくっそー、まだ抜かれていない、まだ抜かれていないが、かなり近くにいる、それはいる、やつが近くにいるのは分かっている。2個ドリブすべきだったかな。よしバリア、これはでかい、このバリアを取れたのはでかい。よしよし、インをつく、インをつく、インをつく、このスタイル、オッケー。よし、なかなかいいコーナーリングができたのでは。よし、うん、そしてそして、よし赤コーラ、それは大丈夫だ。よーし1位だ。見たかこの練習の成果ね、予習して、予習していくというね、これは嬉しいな。なんかね、ちゃんとこう、なんかなんていうか、もうやり方が合ってんじゃないのみたいなとこあるもんね。うん、いやいやいや、よかったよかった。もう1試合ぐらいしたいな、なかなかけえへんかな。全然マリオカートスタジアム出てくれないんで、ここをね、ここをマリオカートスタジアムと思い込もう。それしかない、そうすればあの時のように1位が取れる。ズドン、よし、まあ、とにかくインをつけ、インをつけ、インをつけ、インをついていけ。そして、うん、よいしょ、うん、さらにインをつく、お相当なインをついていくスタイル。あーっと、よしよしよし、でコインはしっかり集めていかないとね。でついたらどんどんインをつく、うわー、インだ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 、あーでもコインも集めないといけないんだが、インだインだ、よしよし、ちょっとガード固めていくか、ガードを固めて、これはコインを集めましょう。あーかん、一番中途半端、一番中途半端。よし、出てきたところを打つ、あーかん、これガードされた、まずいですね。うん、あれでもいや、なんかコイン入ってたってこと当たったんかな、ガードしてされてたと思ったんやけどね。うん、よし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 、じゃあちょっとこれはコイン取りましょう。よしよいしょ、ボンドボンドボンの、でまあ、まだガードがついているか、どうだどうだ、よし、次のアイテム次第でいつ使うかちょっと考える。これはね、よし、これはガードされているので、うーん、そっち通るの普通って、あ、ぶつけてみるとりあえず、うん、でここでこうか、あ違う、なんか慣れないショートカットなんかするから意味なかった意味なしショートカット、くそ、これ抜きたいな。来た赤コーラ、恐怖の赤コーラ、ガードされないうちに打っちゃうっていうのもいいんかもね。よし、いいね、そしてインで抜いていく、インで抜いていく、あーくそー赤コーラが、よし、あ今の赤コーラ後ろの下だったんじゃ、もしかして、これはでかいぞ、いいぞ、ちょっと爆弾置いていこう、うん、そうだね、うわーなんか来てる、じゃーん、やったーラッキーね、そうでしょ、やっぱり思い込みって大事なんですよ思い込みって大事なんだよね。言うても思い込みは、思い込めばいつか現実になるんだよ、ほらね。もうマリオカートスタジアムなるまで、あと粘ってる間にレートがちょっと上がりました、はいお、来たじゃんマリオカートさん、当たれ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 、来たじゃん。そう、前走1位からのマリオカートスタジアムが当たってくれる、結構選んでる人も多いし、2分の1よ、2分の1以上、2分の1ぐらいよ、これは当たるでしょう、この流れ、完全にこれでマリオカートスタジアムを引き、完璧なレースを見せ、だからこれ当たらんかったらもうここで動画終了ですよね、どう考えても。こんな当たって、そして1位を取って華麗に動画が閉まる、それが僕の